一押し青森うまいもの。弘前市樹木にある森山りんご園、ただいまりんごの収穫作業の真っ最中。どうもこんにちは。佐々木誠です。あ、いつもこうやって手伝ってるんだ。はい、え、僕いくつですか？10歳です。10歳、はい、学行く前に手伝ってんだ。はい、偉いね。お父さんとお母さんは？あ、向こうにいます。あ、向こう。あ、じゃあちょっと行ってみんね。はい、どうもこんにちは。あ、こんにちは。作業中すいません。奥さんちょっといいですか？あ、お願いしますよ。ここにほらほら、綺麗な奥さんだ。いや、あれですね、お子さんすごいですね。あ、いえいえ、ちゃんと手伝うんですね。どうですか今年の収穫は？ね、出来はいいですよ。普段あのリンゴ作ってる時どういうところに気を使ってるんですか？そうですね、お客さんの顔を思い浮かべながら春から一生懸命頑張ってます。お客さんあれですか、例えば県外なんですか？北海道から九州までおりますので。いやー、嬉しいですね。本当に嬉しいですよ、青森県のリンゴ。別の畑にもお邪魔しました。あ、宇宙動物園ですね。いやリンゴ、あれ、これ何ですか？これはですね、ニュートンネットです。メガノアミとかこう自分でちょくちょくやって作ったんですけども、メグナリスでボダ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 って落ちてしまうという非常に優秀正しいリンゴだと思ってさ。テレビなんでお伝えできないんですけど、すごい甘いいい香りするんですよ。ね、本当です。これなんて言うんですか、リンゴ？これはパプルですね。パプル、商標登録したという形でリンゴの名前を私が、佐々木さん、実はうちではこういうリンゴもやってるんですよ。これ人工ちゃんじゃないですか？十何年か前に実用化した技術です。実用化したって何ですか？パイオニアですか？ホンデゴス。ホンデゴスってすごいな。あるですね、お願いがあるんですけど、人工ちゃんもできたということで、今度誠ちゃんも作ってほしいんですけど。あらららら、ら、え、大丈夫ですよ。おいしいリンゴを作るために若い人たちも頑張ってるんですね。明日はリンゴ料理編です。お楽しみに。